はい、みなちゃん。ゲームイズ奈良笠です。はい、皆さんこんにちは、です。だけで、はい、アマテラスの、今回神化とカラカサを使っていこうかなと思います。島4号の上修正。はい。長距離フレアですよね。そう。長距離フレアはボスが来てからですかね。うん。まあでも結構ね、うん、リコールの範囲とほぼ同じだったと思います。結局4号でもね、もしかしたらちょっと小さいかもしれないですけど、あ、リコールと同じなの？もしかしたらね、ちょっと小さい、ほぼね同じだったと思う。もちろんあの普通のレアよりかは大きいんですけど、はい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 、あ、そっか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 、一応そうか、長距離フレアですもんね。そう。そうだ、メイン長距離フレアだ一応。うん。なんでね、威力は低いもんね。そう。普通のバランス型のフレアとね、そう一緒の威力。一緒ですね、そう。だから星4号制限のクエストで使うってなると、結構ね、いいんじゃないかなじゃない思った。で、今回。シールドブレイカー。マジ？あ、マジです、入ってますね。超アンチャーメージオールにシールドブレイカー、プラス状態上回復。はい。で、コピーと加速 S と。ですね。こいつ捨ておかしいんですよね。で、そうね、ステータス調整も今回入っております。シオン号のステップじゃなくないっていうぐらい。あ、今多分コピーでフレアが発生しましたね。で、HP が約3000アングラーとして、うん、攻撃力は、いや、これ5…怖い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 、あ、これ怖いわ、ちょっとやめますこれ、ちょっとで、スピードも…スピードむっちゃ上がったね。スピードやばいですね、300ぐらいな、310何歩とかになった気がする、あの時は相当ですよね。で、バランス型になってますよと、はい、このゲージ以上も一応状態上回復で直せるんで、あの宇宙人ではワンチャン使えるんじゃないかなと。ああ、あれ、オッケー、直せますからね。で、進化の方はもうこれは完全に重力バリア対応になって、まあサブ友情がなくなったっていう感じ で、ね、見ていただければと思うんですけど、いやー素晴らしい、状態上回復素晴らしい、これなかなかいいパーティーだな。なかなかさね、生まれるのがアンダメじゃなかったらな、どうなんだろうね。でもノマやってた人とか、今回のノマなのかな、前回のノマか、これ90になってる人って、その1個前、あ、そうそうそう、前回の、前回の、前回の、俺なんで90なんだろう。多分パワータスが足りないシーズンがあって、あ、それで日の丸でなんかちょっとやってたのかもしれないですね。カラカさんが90いた、さっき選んでびっくりした、90で。めっちゃびっくりした、こいつ。なんで、でもフレア好きとしては結構、これね、カラカさん、うん、悪くないキャラだと思う。麻酔とかだったらもうちょっと使ったのかもしれないですけどね。今マーズいるからね。あ、それはある、ね、コラボキャラがやっぱりね、強すぎるんですよね、どうしても強いから、うん、アマテラスとかぐらい変わってはっきり役割があるってね、うん、コピーとかになったらちょっとって感じですけどね。でも長距離初っすね。どうなるかな。うん。降臨、そう。あとは降臨だから。そうですね。降臨なんですよね。そう考えると結構身につけたら面白いですけどね。長距離はね。破格な。私ありだなこれ。絶対後悔しない。パワーアップしてる。でもなんかこれこんだけさすぐ出てくれんなら、あれありそうですね。コラボキャラで。うん、いや期待したいですね。絶対そうでしょ、コラボキャラで絶対砲撃型フレア出てくるよね、これ長距離フレア、なんか4号で出そうだよね、絶対そうだよね。いやー、ほんとそれだよな。そしたら強いよな、めちゃくちゃ使うだろうな。あー、持ってかなかったか。やっぱちょっと範囲小さくなってるかな。それ届きますよね、リコが。うん、届いてた気がする。あ、届いてる、届いてる。これ確かに言われてみると分かんないですね、どれぐらいなのとか、うん、これちょっとそうね、画像とかって見てみたんですけど、ちょっとよく分かんなかったんだよな。やかっせー、強いっすね、フレアは。でも範囲広いのは楽友情に入るからな、うん、楽な友情になるからな、一気に。やばいっすね、やばいっすね、いい力。亡霊が受け付けないですね。亡霊は普通にね、
普通ヤマイ公園とか受け付けたって今下チラッと見たらびっくりした。ありつきとこやこれだけちゃんとありつけるちゃんと友情やね、相性いいからね。貼り付けんのマジウケんな状態じゃ直したい。頑張って下入ってナイスです。4対1超アンダーでも火力出せますからね、うん、ここから 1.3 倍ですからね。いいステータスアマテラスは普通に、うん、アマテラスは普通にね、これコピーやばいよね、うん、あこれいいんじゃないか。あこっちか。外の線が太い。あおいす確かもう1ステージ目で思ったそれ。ちょっと違和感ありますよね、うん、あの並んでる時とかね、ボールがね。いい位置戦えてんな、こやつ。これいいな、結構初見ライブで入れそう。よくこれからよく入れるかもしれない。もしかしたらカラカさん、カラカさん、ナイス。あこれはもう私は終わりそうですね。うん、結構これクラカサ取っていいと思いますよ。沼やってれば集まる、うん、あ今のうちも沼集まんないのか。あ今多分確かに普通にショコで行かないといけないかもしれないけど、あれリニューアルされたんでしたっけ。沼追加されたから多分前のやついけますよね。いけるかな。だからちょっと経験値は下がるけど、沼もやりつつクラカサ集めるってのはできそうですよね。ダスも集まるしね、うん、クラカサ結構悪くないと思うんだけどな。クラカサウィンドウ、ウィンドウ出てきたら面白いですね。これってウィンドウむしろ引き寄せてほしいんだけど、ね、いやそれウィンドウそうなりがちだからね、はいと捨ていく。まあその捨てはねスピードが高いのか意外と。ちょっとね艦隊でスピード高くて艦隊でヒットポイント5万2000っすよやばすぎでしょこいつ、まあ、降臨ですか、まあ、降臨。こいつはね降臨だからちょっと、じゃあちょっとアマテラス最後見ようか、はい、どっちもね今は神化の方ですね、うん、はい、でこっちが、進化。こう見るとやっぱ全然違いますね、ステガてか HP もらいすぎでしょ、これ。おかしいでしょ、簡単に9万いくってやばくないですか、星5でこれ、うん、名前負けしない。これ結構星6地味になったって言ってもいいんじゃないの。いや戦いますよ、そうだよね。だ普通にこれね1万9000からゲージで超アンダーの発動できるんでしょ。えこれだって星56だよ。てかコピーだよって。神化2万3000もあるんだ。コピー加速 S だよ。そう神化2万3000あるんですよ。おかしいんですよねこれ。進化もだいぶですけどね。うん、捨てたか絶対作ろう。こっち作ってなかったんですよね、カミコ。ファストでしょ、あとは問題は。これ確かにな、レアド修正って言っても言い過ぎではないかもしれない。いや、本当にそう。マジで強かった。これなんか、4-5-5のところ、星5-6のクエストでもあのコピー枠で連れていく可能性あるかもしれないですね、うん、アマテラスはちょっとまた、もしかしたら動画撮るかもしれないですね、うん、ちょっと今回はトラカサあれになりましたけども、はい、うん、なんでね、まあアマテラスであそこも行きました、はい、しあ近畿もなんか行けるみたいなんで行きましたとか、うん、カラカスポーツ良かったですかね、ありましたらぜひよろしくお願いします。まあでも本当にアマテラスは結構ね名前負けしてたってだいぶねこれまで言われてきてたんで、やっと不思議なつくよみとかに追いついてきたんじゃないのっていう人はね、はい、ちゃんと来るかよろしくお願いします。じゃ今回もゲームラジオ1から終わりました。カラカスでした。チェックでした。よろしくお願いします。ありがとうございました。Stop!